ソフトバンクの和田毅投手が昨年 FA した山川穂高選手の人的保障として西武に移籍するそうだ。正直なぜ先発が不足しているのにプロテクトを外していたのか私は理解に苦しむが、考えられる原因として年俸と年齢が挙げられる。今オフソフトバンクは外国人に対してやたら大盤振る舞いな年俸で契約していると報道されており、それが原因で42歳推定年俸2億の和田にプロテクトをかけるのを渋り、西武が欲しいといえば出せる状態にしたのではないかと推察できる。以前小久保監督が和田は開幕ローテと言ってたような気がするのだが、開幕前からいきなり現場とフロントの意思疎通が思いやられる出来事になってしまうのだろうか。